どうも、くつろぎです。今回もマインクラフトやっていきたいと思います。今回は海賊船風なものを作っていきたいと思います。今回はマスと帆の漢字を少し変えてもらえればいろいろ変わるかなと思います。今回はこんな感じの手順で作っていきたいと思います。それでは建築やっていきましょう。で今回の大きさとしては横18、まあ、縦の奥行きが5ブロックぐらいですね。でまずは水面に3つ横に並べようかなと思います。今回は水面で作っていこうかなということ で、今足した3個の場所に合わせて5ブロック並べます。で、ここから一気に伸ばして16ブロック足していきます。まずは船の全体の大きさを作っていこうと思います。とりあえず並べたら反対側と同じような感じにしたいので4ブロック足します。で手前に3つですね。であとはつなげていきます。今回はサバイバルで出てくるような沈没船よりも一回り小さい大きさなので、まあ、比較的作りやすいのかなというところですね。であとは内側も全部埋めていきます。なので結構下側の丸みをつけるのがめんどくさかったりするんですが、船建築は今回はかなり小さいので割とその手間がないので、まあ、船作ったことないよみたいな人にはまあとりあえず作ってみるかぐらいのものにはなるかなというところで、でとりあえず台座というか船の大きさが決まりましたので次やっていきます。こっちを船尾って言い方でいいのかな、まあ、お尻の部分を作っていきます。で、一応下の部分一列だけ足そうかなと思います。これは場合によっては足さなくてもいいのかなというものではありますが、やっぱり船は水中にどれだけこう丸みを頑張るかっていうのがちょっと要素かなと思うので、一応簡単にではありますが、やってみようかなと。で簡単に凹凸入れたいなということで階段でごまかしましょう。よし。で、反対側もですね。でもうちょっと頑張るよっていう人は、この中心の木材の下にハーフブロックぐらい入れてもいいのかなぐらいですね。その辺はお好みでということで。まあ、とはいえ、水中の作業大変なので、まあ、これぐらいでもまあ、雰囲気は出るかなと思います。というわけで、おおよその台座完了ということで、この上に作っていきたいと思います。今度は松の木材にして、1マス突き出るような感じで上に並べていきます。まずは、船体でいいのか、胴体を作っていきます。こっち側も1ブロック出るような感じで置いていきます。で、こっちも1マス出ると。出たのに合わせて外にこっちも出して3ブロック並べます。こっち側はこの足した部分から始めればずれないですね。とりあえずこんな感じで外枠をまずは作ります。でとりあえずこれが大きさなので先にマストの場所を決めようと思います。まず3ブロック開けて1個原木置いておきます。次は4ブロック隙間を開けて原木を置いておきます。で次も4ブロックを開けて原木を置いておきます。これがマストの部分ですね。この部分ですね。でさらに松の木材で胴体作っていきたいと思います。まずは木材ですね。これをまず横に2個並べて手前に1個で L 字風というかそんな感じですね。とりあえずこんな感じですね。で、今度は、後ろの方を作っていきます。まず4ブロック横に並べていきます。こんな感じですね。で、後ろの部分は2ブロックさらに足しておきます。2ブロックずつですね。で、ちょっと出っ張りを出して繋げておきます。これで胴体風ということで。で、模様入れみたいな感じですね。で、まだまだ足さないと船っぽくなっていかないなということで、1ブロック出して、手前に出して、そのまま伸ばしていきます。
で、さっきの L 字の手前に伸ばしたやつとつなげていきます。1ブロック足して、外に1個足して、伸ばします。で、伸ばして手前のやつとぶつけると。こんな感じですね。じゃあ今度は前、先週作っていきたいと思います。まずは素直に3つ並べて、で、奥側にもとりあえず3つ置いておきます。よし。で、手前にも3つ。とりあえず 3×3 の四角を作っておきます。まあ、後で削ってもいいんですが、まあ、わかりやすいようにということで置いておきます。で、もうちょっと続けていきましょう。また後ろに戻って、後ろに厚みを足していきます。ここからですね。松の木材を横に3つ足しておきます。ここから始めて、足すと。こんな感じで、ビロッとしている感じにします。で、ここから伸ばしていきたいと思います。6ブロック足していきます。まあ、ちょうどこの上に乗っかるぐらいですね。こんな感じで。反対側も同じで6ブロック足していきます。ちょうどこの子に乗るとこですね。で、こんな感じで。で、今度は上の先週の方を作っていきます。まず縦に2ブロック。縦というのか横なのか。で、こっちの正面も素直に3ブロック足していきます。で、長くしたいので1ブロック足す。で、内側も足しておきましょう。まあ、こんな感じですね。徐々に首というかできてきたかなというところで。で、さらにここから一気に伸ばしていって13ブロック足していきます。つながらない程度まで伸ばすっていう感じですね。内側も一気に伸ばしていって、つながらない手前で止めますね。とりあえずこんな感じで。まあ、およそこれが今回の船の大きさですね。あとは簡単に装飾しつつ少し高さを加えるという感じで。まず2ブロック積んでいきます。じゃあ後ろに帰って、内側にも1ブロックずつ足していきます。で、3ブロック。よし。これで埋めていきますね。じゃあ今度は7ブロック足していきます。これはなんていう船の部分なのかちょっとわかんないんですが、まあ乗れるとこうみたいな感じですね。内側も伸ばしていきます。まあ、船かーんってなると、お尻をちょっと大きくして、首を長くするがいいのかなと思いますね。で、2ブロック隙間を開けてつなげます。で、内側も埋めていきます。まあ、小さな家みたいなのを作っておくと。で、今度は船首をもうちょっと伸ばしたいなということで、作っていきます。2ブロックずつ足していきます。で、さらに2ブロックずつ足して、2×2 風にして置いておきます。まあ、最終的に削ってもいいのかなーっていう部分なんですが、まあ、2×2 で置いた方がわかりいいかなと。で、あとは繋げて上にも乗せて、こたす。で、少し首が伸びてきたので、ちょっとだけ埋めていきますね。まあ、後でこの辺は修正してもらった方が早いかなとは思うのですが、まあ、とりあえず埋めておきます。で、首をさらに長く長くしていきましょう。まず3ブロックずつ並べていって横に伸ばしていきますね。今回はあんまり階段使わない方がいいかということで、まあ、水中めんどくさいしなということで、首の部分とかはあんまり階段を使わないようにしてみましたね。で、こっち側もどんどん1列足していきます。で、1ブロック開けておくと。まあ、とりあえずこんな感じですね。で、こっち側も1ブロック隙間開けてつなげます。で、手前に原木、ここに帆を張るよということですね。とりあえずこれで船は大きさ全部終わったので装飾していきます。で、装飾は至ってシンプルにしようということで、まあ、フェンスを並べていこうかなと思います。ただ貼るだけで一応はいいということにしておきますね。だからコストは割と高いかなとは思いますが、まあお手軽かなというところで。
よし。今回はかなり小さいので、部屋というか、そういうのはないんですが、まあ、それでもちょっとモニュメントに近い感じにはなりますが、まあ、雰囲気が出ればいいかなとは思うんですよね。よし。沈没船が意外とマインクラフトいい出来だから、それとの差別化とかが意外と難しいんだなっていうのをちょっと今回は感じましたね。あれはあれでいい建築だからね。とりあえずフェンスが張れましたね。で、これフェンスだけだとちょいちょい寂しいので、今度は多くのトラップドアを置いていきます。これを等間隔に置いて窓風というか、まあ大砲みたいなのを置いてもいいのかもしれないけど、ドロッパーだっけ？ああいうの置いてもいいかもしれないですね。入れ替えてもいいかもしれないと。で、閉じていきます。よし。で、この寂しいなぁと思う場所に対してトラップドアをどんどん張っていくと。これは真ん中に張った方が良さそうですね。で、反対側も同じですね。よし。で、一気に等間隔で置いていきます。よし。で、閉じると。ここも忘れてましたね。で、こんな感じで多くのトラップドアが張れたということで。ただもうちょっと装飾してもいいのかなというところがあるので、もう少しやりましょう。今回は松のトラップドアをこの部分に張って、ちょっと違う予感、素材が違う予感を出そうかなと思います。まあ、この部分、樽にしてもまあいいのかなという部分もあるんですが、この辺はコストと相談でということで。そしたら漁船風にはなんのかな？職業ブロックの影響で。こんな感じでとりあえずということですね。で、あとは先週に向かうルートを作ってもいいのかなと思うので作りますか。まあ、はしごにしてもいいんですが、やっぱりなんかワンピースとかの影響で、まあ先週に登りたいというか、向かいたいというのが、まあどこかしらあるので、まあスムーズに行けるように階段を置いておこうかなと思います。この辺はお好みでということですね。まあちょっと雑に貼っときますか。まあとりあえずこれで一応は上に上がれるよ、みたいなことにはしておきましょう。これは今回の全体像ということで、まあシンプルだなぁと思いますが。で、あとは、この多くの原木を安山岩、磨かれた安山岩と入れ替えて、まあ金属管という感じにしようかなと思います。よし。で、ここにマスト、マストって呼び方で多分いいと思うんですが、柱生やしていきましょう。まず8ブロック積んでいきます。で、横に4つですね。まず T の字を作っていきますね。で、こっち側も4ブロック足していきます。じゃあ今度は上に6ブロック足して、よし。で、横に3つですね。まあ、若干長さを変えてみました。で、また積んでいきます。6ブロック足して、横に3個ずつ足していきます。まあ、これで頂点でいいかなということで、2ブロック足して、磨かれた安山岩を1個。とりあえず一番大きい方が、この場所がここですね。もうちょっと用語をちょっと勉強してからやればよかったな。とりあえず原木を7個積んでいきます。こっち側は中くらいの大きさにしようかなと思います。とりあえず横に4個ずつ、4個ずつ。で、この上には今度5ブロック置いて横に3つずつ。
よし。で、また5ブロック置いて、横に3つずつですね。で、頂点ということで、2個置いて、磨かれた安山岩を1個。こんな感じですね。今作ったやつをもう1回同じもん作りますね。なので、原木を7個を積んでいきます。7個積んで横4つですね。これは結構適当でもいいっちゃいいんですよね。で、次も5個ですね。5個置いて3つですね、横に。今回は3つずつ方を張りたいということなので。で、さらに5個置いて、また3つずつですね。よし。で、頂点は2個置いて磨かれた安山岩。今回原木にしましたが、皮剥いでもいいのかなと思いますね。で、最後は5ブロック足して、横に3つですね。で、さらに積んでいきます。多くを5個積んで、横に3つですね。で、最後、頂点は3ブロック足して、磨かれた安山岩を1個足していきます。これで一応、マストのラインができたよということですね。まあ、これで完成でもいいっちゃいいんですが、やっぱり砲を張りたいのかなというところがまあまああるので、簡単に砲を作っていきます。今回は灰色と白の羊毛を使いますが、まあこれもお好みでということで。で、今回は3つ張りたいんですよね。1個のマストに対して。比較的小さく作ろうということで、131みたいな、こんな感じですね。131で出っ張り入れるみたいな。まあ、ちょっと平べったいんですが、まあいいかなというとこで。で、あとは色交互に置いていきます。で、今回これ交互にこうやって入れてますが、最初に白でバーってやってから後で黒変えたりとかした方が、作業効率はいいかなとは思いますね。で、今回これの大きさを、例えば、12321みたいな、ちょっと大きい大きさにしてもらってもいいかなと思います。その辺は本当お好みでということで、今回は無理やり大きいのを1個ドーンっていう感じじゃなくて、小さい方をいっぱい貼りたいなということだったので、こんな感じになりましたが、まあ、大きいのをドーンってやりたい場合は、まあ、おおよそですが、12321とか、みたいなちょっとカーブをかければ、多分長寿ラウンじゃないかなと思いますね。まあ、後でスクショあげようかなと思います。まあ、とりあえずこんな感じですね。今回は131のパターンで全部やっていきます。よし。正面だけかな。正面だけ131にして、内側は一回り小さくしたいから、121にしようかな。そんな感じですね。まあ、そんな感じで、この大きさとか、このマストの高さとか、まあ、いろいろアレンジしてもらえればいいかなと思いますね。まあ、とりあえずこんなところで、まあ、今回は旗も貼れるので、旗貼っとこうかなと。ちょっと凹凸感が少しは加わるし、あ、模様入れみたいな感じですね。なきゃないでいいんですが。よし。これで一番大きい穂が張れたということで。で、内側の2個は、こう白黒にしないで、白だけで作ろうかなと思います。よし。内側は一気に白だけなので、バーっと伸ばしていきます。内側は一回り小さくしたいので、121っていう感じで作っていきます。これも少し大きいのにしたいよという場合は、まあ131とか、そんな感じでもいいかなと思います。
この辺はお好みでということで、まあ、帰って真っ平らにしてもまあまあいいのかなと。あとこの原木の下に単純に1マス1ブロックだけ足すだけでも、こうなんか畳んだ感じ風にはできるかなと思いますね。なのでその辺はまあお好みでという感じですね。まあ正直これが一番醍醐味っちゃ醍醐味なので、この辺はまあ好き勝手やってもらった方が楽しいかなと思いますね。まあ胴体が作るのめんどくさいからね。胴体はあれだよね、球体の延長だから大変なんだよね、作るのは。まあここまで来るとお楽しみパートという感じですね。よし、いつもは船っていうとだいたい 30×30 ぐらいの大きさ、 30×30 っていうか50とかさ、そんぐらいの大きさで作ることが多いんですが、今回は小さめ小さめで挑戦してみようというとこですね。まあ、単純にこれの大きさを大きくすればいいだけなんですよね、大きく作る場合は。まあ、大きく作れば中のなんか装飾部屋とかできるのがこの醍醐味かなと思うので、よし、まあ繰り返しの作業ですね。ただまだ船の構造というかさ、三角形みたいなのがよくわかんないんだよな。なんでああいう旗がついてんのかよくわからんと。まあ、そういう船も作っても面白いかもしれないですね。今回小さいから、なんだろう、ロープカーみたいな感じで、鉄格子とか、そういうのは今回作ってないですね。使ってないですね。もう一回り大きくすれば、見張り台じゃないけど、マストの上に置いてもいいかなっていうぐらいですが、これに見張り台無理やりつけてもな、なんかあれかとは思うん で、一番後ろは白黒にしようと思います。まあ真ん中は真っ白にしてということで、まあ、配色もお好みでっていうとこですね。あ、黒白がまあシンプルかなとは思いますね。全部真っ黒とかやってみたいね。で最後この部分はちょっと装飾ということで、なんか旗がたなびいてる予感。今回は2ブロック2ブロックでやっていきますね。大きさによって変えればいいかなぐらいですが、場合によっては333でもいいですね。まあ、とりあえずこんな感じでここが貼れましたということで、今回は3個置くパターンで作ってみました。さあ、やっぱりこの部分が気に食わないので、1ブロック削った方が良さそうですね。というわけでご視聴いただきましてありがとうございます。この感じとかはアレンジしてもらえればいいかなと思います。で、実際にアレンジしたのがこんな感じですね。ちょっと雑に作りすぎたなっていうのもあるんですが。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、リクエストもあればよろしくお願いします。次回も建築動画上げていきたいと思います。ではまた。